はい、ということでどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回やっていくのはガチャですよ、皆さん。まあ、アップデートが入ってね、新しくガチャが追加されましたよね。これ超軸ガチャ第2弾ということで、超サイヤ人ベジータと超サイヤ人トランクス出ましたね。はい、で両方赤色なんですね。だから今の孫悟空と、まあ色は被ってるんですけども、孫悟空自体赤色の SP キャラとして1体しかいなかったので、まあこれはぜひとも、2体目の赤色 SP キャラが欲しいと、いうことなので、ちょっとねここはさすがにトランクス欲しいですよ。でまあ課金しました。はい、6000決勝あります。はい、でまあ買う時にね、ベジータがついとるガチャがあったじゃないですか、それを購入したのでベジータはゲットできました。つまり、ね、残る、狙うキャラクターはトランクスのみと。まあここにね、ちっちゃくねご飯がいるんですけど、まあ僕ご飯も持ってないんで、まあついでにご飯も出たらいいのかなっていう感じですけど、狙うはもうトランクス1体のみですよ。はい、いやー、まあシフか。合計で60連できるということで、出るでしょう。出ますよね、信じてます。ということでやっていきましょう。10連よろしくお願いいたします。まずは10連目。さあ、ぜひとも熱い演出をください。僕に安心感を持たせてくれ、よろしく。どうだ、お、ダウンロード中、新しいガチャやから。お、まあ背景は赤色と。サイヤ人になれ、バカ野郎。バカたれ、あ、これまずいぞ。演出的にはゴミですね。さあ、これせめて打ち勝ってほしいな。おいおい、負けてんじゃねえか、これはひどいです。グルド、これひどいな。孫悟空、さあエクストリーム、人造人間19号、これ新しいガチャですね、新しいキャラですね。はい、さあフリーザー第2形態、ナッパね、ザーボンと。さあエクストリーム、さあトランクスの、通常バージョンですね。はい、これも新です、新キャラクター。さあフリーザー、ヤムチャ、髪の毛短くなってます。一瞬ご飯かなと思ってもったけど、はい、こちらもニューです。さあバータ、あ、もうちょっと散々ですね。これはしゃあないな、ちょっと演出的に非常に弱かったので、しゃあないと。さあここは気を取り直して20連目やっていきましょう。ちょっと演出からね、ちょっと安心させてほしいな、俺を頼む。あ、まあまあまあ悪くはない。サイヤ人、あ、ダメか。いやー、演出あんま強くないな、あんま強くない。カメハメハ、せめて相打ちか勝ってくれ。ああ、総裁ね、なるほど、あんま強くない。さあフリーザー、孫悟飯、こっちじゃないんですよね。さあ孫悟空、フリーザー、フリーザー出すぎやな。さあ孫悟飯、お前じゃない。そっちじゃない、リクーム、え、やばくないこれ、ヒーローしか出ねえ、ヒーローしか出ねえ。クリリン、クリリンのことか。フリーザー、あ、エクストリーム、タオパイパイ、いやこれひでえ、タオパイパイが限界突破してる。いやこれひどいぞ、マジでひどい。バーン、お前の限界突破はいらないんですけど、いやちょっとね、前回のガチャ、フリーザのガチャは結構ね素直に出てくれたんですよね、フリーザが。なのでそんなヒリヒリすることもなかったんですけど、ちょっとヒリヒリするな、タオパイパイ。もう星5ですよ、タオパイパイ。いらねえよっていう。はい、
いやお金って怖いですね。もう一瞬で溶けちゃいましたよ、3000円分ぐらい。さあ30連目気を取り直してやっていきましょう。頼むよ、ちょっとほんまに頼むわ。スーパーサイヤ人、いやーちょっとこれまずくね。まさか SP キャラスパー、え、ない、お、赤字。まあこれはちょっと熱いかな。なんかスロットとかパチンコと一緒やな、これ負けてんじゃん。わーじゃないよ。うわーじゃないんですが、クリリン、サイクストリーム、さあトランクス、ヒーロー、バーター、エクストリームは出るね。さあヤムチャ、さあ来やがれ。お前が来なくていいんだよな。トランクス来てほしい。さあ人造人間25、これも新ですね、新しいキャラ。ついに人造人間編が来ましたね。人造人間18号が欲しいんですけど、今回のガチャでは実装されてないみたいですね、残念。お、栽培マンも新しくなったんですね。パイクーハン、サイクストリームはよく出ますね、クリリン。おいおい、これまずいな。おい、みんなの飯馬動画になっちまう。これはちょっとよろしくない。俺が飯馬だけでいいんですけど。さあ、クリリン限界突破、星は3。ヤムチャー、ばあちゃん。いや、まずいぞ、これ、まずい。非常にまずい。いや、やばい。あと30連ってマジですか。マジ？もう半分来たの？まあ、足行こうか。いや、マジで嘘でしょ。ちょっと頼むわ。頼まぁ、ほんとに。うわ、まずい。これはまずいです。これ、くっそ寒い演出じゃね？しかも、ボコボコやん。あ、これまずいです。これまずい、マジで激サモ演出、いっちゃんいらねえ演出出ましたね。じゃあこう、あ、これ新しいですね、イラスト違い、いらん。一体でいいよ、ナッパパン、クリリンのことか、サイバイマン、さあジース。いや、これちょっとまずいぞ。全部ヒーローか。まあ演出がクソ寒かったもんな。いや、あと20連。おい、嘘だろマジで。頼むんですが、本当に。ああ、親指が止まらねえ。うわー、結構きつい。いやー、ガチャちょっと渋くね、運営さん。さすがにちょっと渋しすぎない？赤字、まあ、ここは OK。 せめて打ち勝ってほしいんだけど。 OK、 ナイス。ちょっと熱い、ちょっと熱い。これ SP キャラ1体は来るんじゃない？エクストリーム、ヤムチャ、お前は来なくていい。サイバイマン、エクストリーム、いや、お前は来たー、来たー、来た来た、あー、来た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 、飯うまー、あー最高だな。やったぜ、人造人間20号のニューですね。いや、嬉しい。うわ、最高なんですけど。やった、嬉しい。あと、まあ回すか、回しましょう。孫悟飯も持ってないんで、なんならトランクス星ついたら嬉しいなっていう感じで。ガチャの演出がね、ちょっと寒いんですよね、激寒。てい。まあ、相打ちっぽいな。赤字、せめて。ダメだ。これはきついな。ちょっと文字もちっちゃいしな。
やー、これはこれ極寒演出ですよ、極寒演出。さあトランクス、いやでも結構満足だなこれ。いやトランクス出てくれた、これはめちゃめちゃ嬉しい。さあキラーンと、いやめちゃめちゃ嬉しいな。さあサイバイマン、クリリン、これちょっとクリリン2体目パイクーハン、こう絵面だけ見たらもう SP キャラなんだけど、ちょっと寒かったですね、はい。でまあ弱い方のトランクスは星3までいったんかな、これいったよね、はい、星3、でーんと、いやーでもよかった。あお前もかお前もか、いややったやったぞ、キャラクターリスト、トランクスどこ、赤色だよな、いたー、きたきたきた、うーかっけー、かっこよすぎる、最高ですね。これ防御タイプなんですね、へえ。ちょっとアーツとか見てみるか。あー必殺技を見て持っていると、斬撃属性の大ダメージ、敵を出血にすると、はいはいはい、バーニングアタック、気力回復速度 15% アップ、これ強いですね。自身の打撃射撃を、まあ、20% アップと、まあ結構まんべんなく戦えるって感じかな。くたばれシャイニングスラッシュを次にどうする、はい、 Z アビリティ、サイヤ人の基礎射撃攻撃力を 19% アップ、これあれじゃない、紫ベジータと結構相性いいんじゃないかな。フリーザ軍に対するダメージを 20% アップと、カバーチェンジ時相手の攻撃終了まで自身の被ダメージ 40% カット、マジでピッコロみたいな感じか。効果発動後与えるダメージを 10% アップ、へえ。トランク強いな、トランク強いですね、いや嬉しい。ベジータ一家、はい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 、いや嬉しい。いやとりあえずトランクスが出て一安心でしたね。まあ1万円ぐらい課金したんですけど、ベジータの方はちゃんとね確定でついてくる結晶を買いました。なのでベジータはゲットできたので、今回トランクスねゲットできてすごい良かったのかなと思います。はい、まあちょっとね演出的には、面白い確定演出とかはなかったんですけど、まあまあまあそれでもねなんとか赤字で、フリーザを倒すことができる演出でしっかりとトランクスゲットと、なりました。はい、これからもねちょっとトランクスを早急にレベル1000にして紹介動画上げていこうかなと思ってるんで、よろしければチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ツイッターの方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローの方ぜひよろしくお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。